今日は誕生日。33歳ともなると誕生日にワクワクすることもなくなったが、ちょっとした贅沢はしたくなるということで、今回は大トロを買ってきた。普段は絶対に買わない大トロの柵、生本マグロの大トロ、2514円、 127g で 100g あたり1980円とのことで、めちゃめちゃ楽しみだ。うおー、綺麗にサシが入ってまるで肉みたいだ。今回はせっかくなので、こちらを寿司にして食べていこう。マグロの中で一番脂が乗っている部位である大トロ。大トロの寿司といえば、回転寿司チェーンでも360円はする代物。そんな大トロ寿司を自宅で作ったら、格安で大トロ寿司を楽しみまくれるのではないかと考えたわけだ。今回はこの1貫360円をターゲットに、どれだけ安く作れるかにも挑戦していく。まずはご飯を炊いてシャリを作っていく。ご飯は1合 50.4 円分。無洗米だが、前に洗わずに炊いたら、無洗米をマジで1回も洗わないやつ初めて見たわと煽られたので、不本意だが煽り対策に1回洗っておく。こちらを気持ち少なめの水で炊く。ちなみに水は使った量が不明瞭なのと、ほぼ金額には影響しないので、今回の計算からは除外しておく。そして寿司酢を準備。純米酢を使っていくのだが、今回は価格競争のために、こちらのヤオコーのプライベートブランドの純米酢を使っていく。5日の純米酢298円に対し、ヤオコーの純米酢は188円だ。純米酢 25cc 9.4 円分に、砂糖小さじ2 1.3 円分、塩小さじ半分 0.2 円分、こちらを混ぜて寿司酢が完成。ご飯が炊けたら器に移し、熱々のご飯に寿司酢を回しかける。熱々の状態のところに寿司酢を入れることで、米が酢をよく吸うのだ。そしてしゃもじを使って米全体に寿司酢をなじませる。馴染んだら仰いで風を送り、水分を飛ばす。季節外れのうちわは家にはなかったので、年中活躍するレターパックで仰ぐ。混ぜては仰ぎを繰り返し、ある程度水分が飛んだら完成。おー、艶やかなシャリ、いいね。ちなみに酢飯の全体量はお皿の重さを引いて 360g、 つまり酢飯全体が 61.3 円なので、 100g あたり17円となる。やはり酢飯は自分で作るとなかなか安く作れるな。そして大トロを切っていく。いやー、改めて立派な大トロだ。刺身を切るときはギコギコしてしまうと断面が荒れてしまい、美味しさが落ちてしまうので、こちらの刺身包丁で一太刀で切る。ちなみにこちら、視聴者さんからのいただき物で、チャンネル名の刻印入り。なかなか刺身包丁は自分で買えなかったからありがたい。さて、いよいよ切っていく。まずは角を落として、ギコギコはしません。一度刃が入ってしまったら、スーッ、なかなかいいじゃないか。そしたらその都度切るのは面倒なので、全て切って、一番平均的なサイズのネタを測る。9g、 つまり 178.2 円。さすが大トロ、家で柵の状態のものを買ってもなかなかの値段だ。そしたら握る際に手につける手酢を準備。お酢と水を1対1。こちらも水と同じく、握る時にどれだけ使うか不明瞭なので、金額の算出は控えさせていただく。よし、準備万端、いざ握っていこう。と、その前にここまでの準備を頑張った自分へのご褒美。今日は誕生日なので、ちょっと贅沢にエビスビール。くー、たまんねー。
うまい寿司の前にうまいビール、最高だね。そして忘れていた、わさびも準備しておく。こちらは価格競争のためにすりおろすのではなく、チューブの大容量わさびを使用。あらかじめ器に絞っておく。そしてこのわさびも握る前に1貫あたりどれだけの量を使うのか計算しておこう。大体こんなもんかな。重さを測ると 0.5g。 このわさびは 175g で298円だったので 0.5g で 0.9 円。かなり少量だけど意外と1円近くもするんだな。そして醤油も準備。あとは握って食べるだけ。それでは早速握っていこう。まずは手酢を手になじませてシャリだけを握っていく。シャリができたらはかりに乗せる。シャリの重さは 15g、 100g あたり17円だったので 15g だと 2.6 円。そこに大トロ 9g、 178.2 円分とわさび 0.5g、 0.9 円分をつけて握る。完成。ネタ 178.2 円、わさび 0.9 円、シャリ 2.6 円。合計1貫 181.7 円の大トロ寿司が完成した。醤油をつけていただきます。うめえ。口の中でとろける。ネタがとろけ、シャリを抱きかかえるようになじみ一体化する。シャリの甘みとほのかな酸味でさっぱりうまい。いや最高だ。ということで1貫堪能したところで一気に握っていく。家で握った大トロ寿司が1貫 181.7 円、中トロの大トロ寿司は360円。ちょうど半額ぐらいで食べることができたが、スシローの360円はどれだけ頑張っているんだ。確かに半額で食べられるのは魅力的だが、正直もっと安く食べられると思ったから驚いた。と言っている間に寿司が完成。大トロ4貫、スシローだったら1440円、自宅だと 726.8 円。いやでもやはりこうしてみると安いな。そしてなんともうまそう。最高だ。そしてそこにエビスビールはおる。至福の時間到来。そしてビールがなくなったのでお次は日本酒。誕生日祝いに友人からもらったいい日本酒、岩5。シャンパンで有名なドンペリの醸造最高責任者リシャール・ジョフロア氏が富山のお酒を数十種類ブレンドして作ったお酒だそう。これは楽しみ。おチョコに注いでいただきます。いいね。口当たりが柔らかく、とろっととろける旨味、上品な酸味が後を引く。いやうまいな。やはり日本酒は米と刺身とは当然相性がいいようで、スルスルと進んでしまう。そしてお次はレモンで大トロをさっぱりといただく。上から塩をパラパラとかけて、そこにレモンを軽く絞る。うまい。こってりの大トロがさっぱりと。たださっぱりはしているんだが、塩で大トロのコクが引き出され、その旨味を存分に感じる。 YouTube ショーツで見た寿司職人がやっていた食べ方、やってみたかったんだよな。そして最後は金属製のトレイを用意して炙りを楽しんでいく。寿司を握ったら、左端の寿司には醤油を垂らしてバーナーで炙っていく。おお、いいね。大トロ炙りと大トロ炙り焦がし醤油。なんともうまそう。まずは普通の炙りから。炙ったことで油が浮いてきてうまい。
わ。さらにネタがよりほどけやすくなり、旨味が口の中に広がる。お次は大トラ炙り焦がし醤油。この焦げ目いいね。こちらもうまい。焦がし醤油の風味が香り、大トロの旨味を引き立てる。やっぱ脂の乗ったネタは炙るとうまいな。そしてせっかくならばと刺身のままでも食べてみる。おお、なるほど。大トロの旨味を存分に堪能できてうまいが、個人的にはやっぱり寿司の方が好きだな。うまいものは脂肪と糖でできているなんて言葉にある通り、寿司にして食べることで米の甘みと一体化してうまさが倍増する。ということで、いかがだっただろうか。家で大トロ寿司を握ってみたら、なんと1貫 181.7 円。さすがに大トロだけあって高くはあったが、お店で食べるよりも安く食べることができた。皆さんもぜひお家で大トロ寿司を握ってみてはいかがだろうか。自分で握った寿司は愛着も湧き、より美味しいですよ。それでは。